ODK のオンライン工場見学動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、青梅市にある本社工場をご案内させていただきます。当社の工場の特徴は、厨房機器、産業機械、建設機械、船舶、自動車、医療、食品、機械部品など様々な分野のお客様の製品作りを行っております。そのため材料の種類も多数取り扱っており、ステンレス、アルミ、表面処理鋼板など豊富に取り扱っております。機械の種類はレーザー複合機、レーザー加工機、プレスブレーキ、パイプベンダー、器具溶接機、ヤグレーザー溶接機などを駆使し、お客様のニーズに最適な方法を選定し、日々生産を行っております。ではここで角マシンの特徴を簡単に説明いたします。最初に材料の切断抜き加工です。レーザー複合機器、アマダの LC2012C100P、 レーザー加工機、アマダ、クアトロ、パイプインデックス付け。レーザー複合機はレーザーに手外周切断を加工いたします。穴、タップ、バーリング、成形などはパンチングにて加工いたします。製品がきれいに仕上がり、タップ不良なども出ません。レーザー加工機は通常のレーザー切断工程はもとより、パイプインデックスを利用したパイプ切断、箱状に加工した後のレーザー加工なども可能です。次に折り曲げ工程です。 NC プレスブレーキ、アマダ、 HG10.03ATC、 NC プレスブレーキ、アマダ、HD1303P。 プレスブレーキは板を折り曲げる機械です。弊社は自動金型セットができるアマダ HG1003ATC を採用しており、多品種少量製品がスピーディーに加工できます。また弊社ではアマダ HD1303NT 等を利用して、自動機械や NC 機械では対応できない複雑な曲げ形状も得意としております。 R 形状の曲げなどは社内にて金型製作をしておりますので、コストも低価格にて提供させていただきます。次にバリ取り工程です。自動バリ取り機、メタルエステ線 ME2308、 6本の研磨ブラシが回転しながら旋回運動を行うことで、多方向から研磨、さまざまな角度で研磨ブラシが当たり、まんべんなく研磨することが可能です。表面処理鋼板も可能です。仕上げのレベルはお客様と打ち合わせを行い、可能な限りご要望にお応えします。特殊な機械はパイプベンダーです。パイプベンダー、太陽、 TDR80、 最軽パイプから最大直径 89.1 まで曲げ加工の対応可能です。丸棒もご相談ください。弊社が一番得意としているのが溶接技術です。特に器具溶接で鉄、アルミ、ステンレスの薄板溶接は得意としております。溶接の外観を美しくを心がけております。また溶接後のヘアライン仕上げやバフ研磨なども対応しておりますので、ご相談ください。またヤグレーザー溶接機も所有しております。このようにして本社工場ではものづくりを行っております。当工場は多品種少量の板金、パイプ曲げ、薄型板金の専門家であり、高品質な部品製作に取り組んでいます。最後までご覧いただきありがとうございました。